ちは今日なんですけども、今日はシンガポールのマレーフードナシレマを紹介したいと思います。マレーフードといえばこの方、ダイビーちゃん、おこちゃんです。こんにちは、今日もよろしくお願いします。お願いします。ありがとう。ということで、ポポちゃんは前の動画でリゾキャバでシンガポールに来て、マレー系シンガポーリアンの旦那さんと結婚した話とか、イスラム教になった話とかをしてもらったりしたんですけども、第二夫人と同居してその心境の変化とかの話とかもしてもらっております。はい、ということで、ここはベトクノースマーケット&フードセンターっていう場所になります。で、まあ、ここで、ポポちゃんのおすすめのナシレマのお店がこちらなんですけども、お昼時にならないように合わせてきたんですけども、これはまだ11時ぐらいなんですけど、もうすごいすでに並んでいて、もう12時過ぎたらもう大行列みたいなお店でございます。ベビー、ベビーや、あー、で、出てない。何回わかんない、何回、何回、あー、ワン、あ、ツーナシレマセ、ワン、ワントッピングオタオタ、ここはめっちゃ遠い、あのベトクっていうところのエリアなんだけど、そこで美味しいナシレマがあるよっていうのを教えてもらって、今日連れてきてもらったんですけども、めちゃめちゃローカルね。普通観光客の人とかだったらなかなか来ないと思うけど、ね、でもまあまあ特別なんで、はい、ナシレマなんだけど、私実は食べるの初めて。意外っていう。なしで、なんか多分食べたことはあるような気がするんだけど、記憶にないな、うん、だいぶ前かもしれないですね。じゃ、でもナシレマってやっぱ代表の的な、そうだよね、シンガポールローカルフードのね、一つなんですよね。マレー系と中華系もあるんだよね。もともとナシレマはやっぱりマレーの食べ物だから、ね、マレーの本場のこのチリ、そう、チリがやっぱり決めて、そう、それいつも言うよね、うん、いつも言う、マレーはチリ、チリがね、命ってね。で、このナシレマのナシっていうのがご飯で、レマっていうのがココナッツミルクっていう意味で、で、こういうおかずがいっぱい、フライドチキンが乗ってたりとか、フライドフィッシュが乗ってたりとか、あと、なんかこの、なんか小魚みたいな、揚げた小魚が乗ってたりとか、あとピーナッツ入ってる、ここ入ってないね。ここ入ってない？うん、ここ入ってないね。ここ入ってないけど、大体なんかピーナッツが乗ってた。ピーナッツが混ざってるんですよね、これにね。あとなんか卵とか、あとキュウリが乗ったような、なんかマレー定食みたいな。食べていい？食べましょう、食べましょう。子育て中で忙しそうです。ね、野菜不足にならない？確かに ね。結構揚げ物メインだからね。なんかさ、もうこのさ、このおこ、ナシレマ食べるときはさ、もうこのお米をさ、この香りとさ、チリをちょっとまず楽しんで、こうまずなんかめっちゃココナッツの匂いだね。ココナッツミルクで炊いてるお米だから、そうそう、こうね、ご飯だけだね。このご飯が命だね、うん、ご飯と美味しい、ね、ご飯とチリがいい、香りがココナッツなんだけど、ちょっとだけ塩味があって、あとね、パンダンリーフを入れて炊くんだけど、パンダンリーフの香りだから、このパンダンリーフの香りもちゃんと、美味しい、チリ、そうね、うん、これがね、辛いナシレマの美味しい店っていうのは、やっぱりご飯が美味しい、このチリが美味しいっていうのが、シンガポール人からするとすごく大事で、なるほど、もうこのどっちかが美味しくないと全部が美味しくないっていう。ポコちゃんってフォークとさ、スプーン上手に使えて食べれる？私めっちゃ苦手やねん。だから私もいつもさ、手とか使う。もうそう、めんどくさいからだいたい手使っちゃうんだけど。マレーの人は手で食べるから。そう、もともとだね。あとさ、このオタオタっていうのもお店によって味が全然違くて、オタオタ好きなさ、日本人の人多いじゃん。うん。でもこれも中華系ってあるの？これはマレ。これもマレ、マレ。もともとはマレ。オタ、オタっていうそのもうワードがマレー語。魚のすり身のオタっていうやつなんだけど、これもなんかパンダンリーフあれ。
そうそうそう、 あれはね、パンダンじゃなくてね、バナナリーフ、あ、バナナリーフに包んであって、それをなんかバーベキューするみたいな感じで、そうそうそう、魚のすり身とサンバルチリが混ざった、ね、練り物、これも入ってる。これもすごくお店によって味が違うから結構貴重な、あの、おいしい、うん、辛いチリがすごい。あ、私も魚がいた。魚ないと思った。ここの店は魚とチキンと小魚がセットになって4ドル安い。で、私はトッピングして、うん、ホタとこの卵、卵焼きもトッピングしたの。安いよね、400円だよ。うん、なんか魚はなんかとアジみたいな感じ。そう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 、ね、潰してね、こうしてね、こうやって顔食べれる。あ、どうだろう、うん、これは無理。これ顔、顔は無理。前さ、なんかインスタで見た、お料理教室やってたじゃん。あ、そうそう。どう？あれなんか子育てサークルの人？そう、の人たちに呼びかけて、うん、なんかマレー料理をやっぱもっと知ってもらいたいって思いから、うん、でみんながもう本当マレー料理って何を食べたらいいかわかんないって言うから。うん、なんかやっぱ食べたことがないものを外で食べるの勇気がいるから、まずはなんかこう一緒に食べてみて、うんうん、作って一緒に食べて、うん、あの家庭も見てさ、 こういう材料使うんだとか。なるほど、ね、でそのそうするとみんななんか安心するというか、うん、なんか何使ってるか分かんないから、なんかちょっと食べるのが抵抗ある人もいたから。でもなんかそのシンガポール滞在中に、うん、なんかそうやって自分で作れるようになれるっていうのも、うんうん、なんか日本帰ったらさ、この味はさやっぱないじゃん。そうね、なんかどっか食べに行ってもちょっと日本風にアレンジされてたりとかするから、やっぱ自分で現地で習ってでそれを再現するというのが一番だと思う。チリを教える教室とか、うんうん、開いてもいいですよね、そういうのね。これデキモンデキでさ、めっちゃ痛い。ほんとだ、うんうん、みんな朝一でこれ食べるんだ。ナシレマのお店が7時からオープンなんで、うんうん、みんなやっぱ朝食でね、うん、結構油みんな、そうなんだよ、そう朝から揚げ物ね、胃が丈夫だね。マレーの人はお酒を飲まないし、うん、そう、肝臓と胃が強い。あー、そっか。